セルジオ、日本が強い？錯覚だよ。圧巻の3連勝で日本はずば抜けて強いと思われるかもしれないけど錯覚だよ。サウジアラビアには2対0で勝ったけど楽勝ではなかった。そしてオーストラリアに勝てなかった。結局ワールドカップの常連であるアジアの実力国を圧倒できないのが現実だよね。次回は11月に敵地でインドネシア、中国と対戦する。明らかに格下の相手だ。圧勝しても勘違いしてはいけないよ。ベトナムとか東南アジアレベルでもドン引きされたら厳しいのに、オーストラリアなら厳しいやろ。こんなに引きまくってるOG見たことあるか？スタッツ過去最高にボロボロのOG。こういう一方的に攻めてるのにうっかり失点してそのまま負けた試合を、たくさん見てきたから引き分けに持ち込めただけでも運の字よな。ワールドカップ連続出場、決勝トーナメントまで行ったチームに、ドン引きバスを借れるくらいのチームになったのは正直嬉しい。負けた方が盛り上がったんじゃないか？日本代表はアジアに敵いない。